登山道の入り口で、はい、1時間から1時間中とか片道1時間、はい、わーい、行きましょうか、はい、行きましょう。どんな感じのあれですか、道ですか、ね、こういう道な感じですか。そうすると途中、向こう行って下を降りるときはその他、段階みたいなところに行く。へー、ここに来る人たちはみんなそのエクストリーム温泉目当て。いや、普通の登山の人も。あ、そうなんだ、はい、ちなみにそのエクストリーム温泉は、はい、ここにまあ自由にみんな入れて、そうですね、源泉みたいなところですか。源泉地帯で、まあ、源泉の場所自体は、温泉から温泉を仕打ちして、あ、入れないんですけど、うん、そこから流れてきた。でその横に川流れてるんですけど、はいはい、でその川にこう源泉を混ざってます。へー、まあ、ちゃんと源泉地帯の近い方の川の温度が高くて、いいですね、このハイキング。温泉入って、はい、さっぱりして、また、ね、まあ、確かに。だって、人も止まってる、あんなに。あれ、白雪の滝っていう。あ、すごい、まあ、あれが、温泉とあの川の水の香りしますもんね。すごくない？あそこがゴール？あの辺がゴール。あ、遠いですね。あの奥に左側が岩場がいっぱいあるんです。はいはい、あの下の辺からこうです。やばいね、すごい。行きましょう。本当だ、ちょっと上がった。きれい。滝の下が青くなっても見えますね、うんうん、今そのああいう水が流れてるんです。温泉が混じってるんで。うわー、すごい綺麗山、まあ、ねえ、あ、一気に近づきましたね、はい、これが雪がもし降ってるとすると、うん、本当にもう上なんで。へもう汗だくで、ね、結構、あ、そっか、でも、うん、え、大丈夫？今キキってなってたけど、え、足違う、こっち、え、そう、足はすごかったよ。頭だよ。わー、気持ちいい。よかったね。幸せ、幸せ。あー、気持ちいい、気持ちいいね。めっちゃ気持ちいい。わー、すごーい、すごーい。私めっちゃいい香りする。うん、うわー、これ今からあそこに行くってことですか。はい、すごーい。すごーい。結構歩いた気にもなったけど、まだってことか。一瞬だった。すごいですね。大丈夫。着替えさせられました。でも日が暮れてきたからそのまま行けるよ。日暮れてはない。暮れてなかった。でもこの後ね、あの葉っぱがいっぱいあって怪我しちゃうかもしれないらしいので、これで行きます。これはすごい道を行きますね。ね、なちゃん気をつけてね。ね、でもカメラ最悪投げていいけど。
から降りていくんですけど、うん、まあ、片側も斜面になってるんで、わかりました。外側に寄りすぎると落ちるんで、はい、はい。落ちるんでってやばいね。え、これも崖ってこと？これも崖だね。うわ、本当だ。足踏み外したら終わり。終わりだ。その後お兄さんが大変だからやめてだって。あ、そっか。助けに来てくださいね。見捨てないでくださいね。しょうがないですよね。すごいな。すごい綺麗。うーん、水があって。この辺の水ってこっちじゃないですか。温泉の環境も。めちゃくちゃいいとこ。怖い。重い。え、怖い。怖いってどういうこと？そして入力ですね。ステージ。立ち入り禁止でございます。立ち入り禁止だって。私は入んないよ。入らないよ。 YouTuber として、人として。じゃあここ入りましょう。はい、すごーい。すごいね。すごいよ。本当だ。すごい。本当だ。人間ってすごいね。すごい、湯気出てる。すごい。次。あ、すごいね。では温泉にあったかーい。気持ちいいです。あー、もう最高。最高。すごい映像だな。なんて気持ちいいの。さあ、晴天下の下でさ、自然の中で温泉だよ、初めて。もう超気持ちいい。ずっと痛い。気持ちいい。毎年毎日来る。あれで誰も入ってない。もちろん自然から流れてきたし、温泉の質がいい。ちょっとぬるすべって感じ。しかもサラサラ手が。その後見て、このホットミールクッキーを買いました。しかもめっちゃ美味しそうなんだよこれ。うちはシナモンくるみ。最高に幸せ。この何、温泉で水着で滝でハイキングでオートミールクッキーってもう大好き尽くしなんだけど。幸せ。どうですか味の方は。嬉しい。色が完全に変わった。で、これ今上上がってきたじゃん、うん、熱くなったじゃん。源泉が濃くなってるらしいよ。
もう最高だったね。初体験だったし、自然の中で本当に気持ちいい時間を過ごせたので、もうめちゃくちゃおすすめです。次は洞窟に入りたい。うん、また絶対来る。もうこれは確実に決めた、うん、絶対に来る。